こんにちは、東スポ競馬ニュースの時間です。今週も週末に行われる重賞レースの解説を行ってきます。司会の朝日奈優です。そして解説をしてくださるのは新井記者です。こんにちは、新井でございます。こんにちは、朝日奈さん。はい、今日はね、夏競馬ということなんで、はい、ゲスト記者に来ていただきました。もう引きのこの画面がすごくて、トラワルの宇宙人みたいになってるからもう本人映ってますからね。そう、はい、はい、ということでご紹介いたします。今週のゲストです、権藤記者です。よろしくお願いします。こんにちは、日本担当の権藤です。よろしくお願いいたします。権藤記者ね、新井さんが先日いらっしゃらなかった時にも ね出てくださって、お願いしたんですけどね、はい、見てくださいよ、いい日焼けしてますよ。いや本当ですね、これ仕事してる日焼けですからね。いや本当遊びじゃないし、仕事しっかりと、権藤記者の温泉の動画、私拝見しました。ありがとうございます、はい、あ、いい湯だったっていうのですごい笑ってしまったんですけど、はい、はい、その日焼けじゃないですもんね。もうそれ以上にね、日頃太陽に焼かれてますので、はい、トレフェンでね、はい、取材をしてるね、しっかり焼けてますがね、そんなお二人とお届けしたいと思います。そんな権藤記者とお届けするのは、はい、まあ、当然、まあ、新潟夏最後ということなんで、はい、新潟記念、新潟記念、はい、まあ、2000m で、まあ、サマー2000シリーズ勝ってるレースなんで、はい、最後ですね、はい、まあ、メンバー13頭しかいないんですけど、はい、結構やっぱり実績あるというか、やっぱ夏頑張って走って重賞勝ってきた馬もいれば、はい、まあ、春の実績馬もいてという感じなので、はい、まあ、ここはねすごくこう楽しみなレース、まあ、最後にふさわしいレースなのかなって気がしますね、はい、うん、いや、まさかここで出るんだっていう一頭もねいたりとかで、そう、はい、ね、びっくりな、うん、3歳牝馬ね、はい、これ出てくるんだって感じなので、うん、新たな伝説が作られるかもしれないってことですもんね、はい、そうなんですよ、はい、なんで楽しみなんですけど、はい、早速ね、今日は権藤記者いらっしゃってるんで、はい、まずは朝日奈さんに過去10年の傾向からお願いしたいと思います。はい、新潟記念過去10年の傾向です。丸1、波乱傾向強め。2021年から2023年まで3年連続、過去10年で6度の3連単10万超えが記録されているように波乱傾向の強いレース。一番人気馬は2206ながらも5年連続で馬券に絡めていない。10番人気以下の3着内も6度あり、波乱前提の予想が必要だ。丸2、牝馬は苦戦中。過去10年で延べ16頭の牝馬が参戦して勝利はゼロ。2021年クラベルの3着が最高となっている。新潟外回り成功となった2001年以降で牝馬の優勝は4度あるが、近年は苦戦しており、牝馬部位は2013年コスモネモシンまで遡らなければならない。丸3、友道厩舎が大活躍。過去10年の調教師別成績では友道厩舎が4206、連帯率 50% と好成績を残している。しかも連帯は6頭のうち一番人気は1頭のみで、単独回収率ともに 100% 超え。今年も有力馬を送り込むだけに逆らうのは無謀か。続きまして、新井さんの注目馬を紹介していきます。1頭目はレッドラディエンス。うん、これでしょう。まあそうですよね、ちょっと反応薄いな。いや、反応が薄くてドキドキするんですけど、いや、そこのライバルをちょっと私は見ちゃってたんですけど、うん、まずはそうですね、まあ、ね、これでも藤沢厩舎でデビューしたまで、まあ、解散に伴って友道厩舎に、まあ、転級してって感じなんですけど、はい、まあ、前回の七夕賞、はい、まあ、この馬の能力とか、まあ、客室考えてみると、まあ、決してその福島の小回りがいいっていう感じはなかったんですけど、はい、まあ、それでもね、こうハイペースを、ね、後ろからついていって、まあ、残り600でスパートして、まあ、突き抜けて、まあ、正直キングズパレスに抜かれることはないかなっていう感じのレース内容だったんで、お、まあ、あの辺考えてみると、やっぱりその以前のちょっとその体質の良かったレッドラディエンスとはやっぱちょっと違うっていうのをまあ証明した一戦だし、はい、うん、まあ、これはね、もう厩舎の話にもあるように、まあ、当然ここもハンデなので、やっぱその筋量とのまあ戦いにはなるのかなって気はするんですけど、はい、まあ、直線伸びて左回りのワンターンで考えれば、うん、むしろこうレッドラディエンスのこう能力が出せる本当の舞台みたいな感じもするし、はい、うん、まあ、ここをこう使いに来た以上は、まあ、もうサマー2000を狙ってるなってことが分かるんで、はい、うん、そういう意味では僕はこれ硬いんじゃないかなと思うんですけど、はい、ちょっとお二方の評価なんか反応薄くてドキドキするんですけど、いや、まあしっかりそこは言ってきますよねっていう反応だったんですけど、はい、うん、これ権藤さん的にどうなんですか、このレッドラディエンスの評価。そうですね、前走やっぱり展開が向いたっていうのもあるでしょうけれども、うんうん、まあ、強い勝ち方だったかなという気はしますよね、うん、やっぱりあの前走いかんせんバビットとセイウンプラチナっていう行く馬が2頭いて、まあ、多少末足の行きやすい展開にはなったとはいえども、その中でしっかり直線でね足を伸ばしてきたわけですし、うん、まあ、いかんせんね、あの器用な立ち回りが求められる福島で
勝ち切ったっていう事実は僕はすごいこれは大きいかなと思いますし、うん、まあ、ここもやっぱり友道厩舎のね、あの好調のデータもある以上は、うん、あのしっかり見ていかなきゃいけない一頭なのではないのかなというふうには感じています。展望版っぽかったね本当にあのそろそろ画面から私消してもらっていいかなって思って、まあでも本当に七夕賞の勝ち方は本当に強かったので、うん、まあ、ここは本当金量との戦いでいいんじゃないかな、うん、ちょっとこのメンバーに入っても決めてっていうのは僕は上、まあ、一頭気になるのがいるんですけど、はい、上かなと思ってます。なるほど、まあ、でも私はその気になる馬を多分私は推奨してるのかなと思うので後ほどゆっくりとお願いしたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、続いて2頭目はセレシオン、うん、まあ、これ友道厩舎2頭出しってことなんで、はい、まあ、そもそもやっぱ友道厩舎自体がさっきの過去の傾向にもあったように、はい、やっぱりこの直線の長くてこう末脚を生かすっていう舞台をすごくこう、まあ、友道先生が実はまあ大好き、うん、要するにもう不利もなく力を出し切れるのでっていうのもあるんですけど、はい、やっぱこの厩舎この新潟記念すごく実績があるっていうのも事実だし、はい、まあ、そのセレシオンはまあ前回関越ステークス3着、うん、まあ、後ろから追い込んでまあ届かずだったんですけど、まあ、中身自体も1分44秒0のレコードだったし、はい、うん、まあ、勝ったまあクルゼイロドスル、はい、まあ、トゥリーズザデーって考えれば、まあ、やっぱり新潟を得意としている馬たちのレースだったんで、はい、まあ、この3着っていうのはまあ悲観することもないのかなと、うん、でやっぱり新潟相性いいし、はい、まあ、そのちょっと関越ステークスの話も戻るんですけど、もともとやっぱレース自体は開幕週で前に止まんないペースで、まあ、この馬だけがこう追い込んでいって3着なんで、はい、まあ、そういう意味でもやっぱ自力強化っていうことを考えれば、まあ、今回ねちょっと金量も、うん、まあ、ちょっとこう重賞実績馬に比べたら金量ちょっと軽くなりそうな感じがするんで、はい、まあ、そういう意味ではまあ、この第2の友道厩舎、はい、まあ、これもちょっと僕は見逃せないかなと思ってます、うん、なんか新潟記念に関しては、うん、あの結構追い込み場の成績がいいっていう風に、うん、あの調べて出てきたんで、うん、それこそ向くんじゃないのかなっていう風に思っちゃいますけど、うんうん、だいぶねもう先週ぐらいからもう外差し、はい、俗に言うそのうちの前残りっていうよりは外からでも差し馬が、うん、飛んでくるような競馬になってきてるんで、うん、まあ、そういう意味でも、まあ、このセレションにとっては前回よりはだいぶこう条件は良くなってるのかなっていう感じはしてるんで、はい、うん、まあ、これが2番手っていう感じなんですね、うん、なるほど、近藤さんいかがですか、うん、そうですね、やっぱりあのセレシオン追い込みがね決まりやすい新潟っていうのもあると思うんですけれども、うん、何よりね馬場不問にしているところが大きいかなっていうところで、うん、あのこれ5走前の魚沼ステークスもねこれ不良馬場で、はい、高リアリティとその前2着に来てるんですよね、うん、で今週ってちょっと台風がもしかしたら来るっていう予報があるじゃないですか、うん、はい、でもしかしたらねこれドボドボの馬場になる可能性もゼロではないわけでして、うん、その中で考えた時にやっぱり馬場不問っていうところはすごい大きいのかなっていう気がしますよね、うんうん、やっぱり先ほどねあの朝比奈さんからも紹介があった友道厩舎好調のデータ、はい、まあ、それに加えてね追い込みが決まりやすい馬場、あそして馬場不問の、ね、はい、ところそういったところをね全て合わせた時にセレションっていうのもこれはもう有力馬の一頭に間違いなく浮上してくるのではないのかなというような気は僕はしますね、うん、そうですよね、だって新潟最終週かつ台風って言ったら本当ドボドボを想定しちゃいますもんね、うん、そうですね、うん、なんか、まあ、ね、総じて馬場が悪いくなりがちな新潟っていう印象がつきやすいですよね、うん、いろんな意味で、いやだからもうそうですね、ちょっと正直、まあ、あのあセレションマークしなきゃなって思いながら、うん、うんうんってさも当然の話を聞いてましたが、ちゃんとマークしたいと思います。決まりだね、2頭で。違います。違います。違うの。いや、どの道2頭でももう1頭ね、あの、うん、まあなんとかいますけど、はい、はい、なるほどね。そうなんですよ、うん、なのでね、あ、新井さん今回2頭ですか。今日は2頭わあ、うん、あとはもうあの皆さんの予想を聞くだけ、はい、なるほど、聞くだけまたね、美味しいところをね、あの、はい、私たちで重ねていきたいと思いますが、はい、はい、そういえばあのちょっとさっきからね気になってたんですけれども、はい、あの、はい、ちょうどこの下にね何かあるんですよ、あのバナーというんですか、ね、はい、よくぞ聞いてくれた。何なんですかね、はい、何なんでしょうか、はい、ここで、ウィンチケットさんからのお知らせです。はい、画面に表示されている QR コードもしくは概要欄記載の URL よりウィンチケットを新規登録することができます。さらにこちらの月曜競馬ニュースを視聴されている方限定で、新規登録して画面に表示されているコードを入力していただくと漏れなく全員に1500円分のポイントがもらえちゃいます。初めてウィンチケットを使うよという方には100円、合計1000円分のポイントをプレゼントしちゃいます。さらにウィ
ンチケット登録時に今画面上に出ているプロモーションコードを入力すればさらに500円分のポイントをプレゼントします。はい、ということで新規登録お願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、朝比奈さん、はい、我々2人を敵に回すようなことをしてくれないと思うんですけど新潟記念、はい、ちょっとある新潟の頼りによると、はい、キンランドカップでなんか大きな馬券当てたって聞いたんで、あ、そうなんです。昨日って言っていいんですか先週、ね、はい、はい、うん、3連服とあのワイド、ね、全通りと、なんだかんだで大発表してたっていう、あの、もう嬉しかったです本当に。もうスタンドが大きくギャーギャーしてたって聞いたんでいや、なかなかスタンドもギャーギャーしてましたけど ね、はい、あの久しぶりでした、あの万馬券をしっかりと、ね、うん、当てれたのが良かったので、うん、はい、なので、はい、夏新潟、はい、最後締めてください。怖い。新潟記念の推奨馬お願いします。はい、はい、私の推奨馬ですね、キングズパレスです。キングズパレス、はい、さあ気になる一頭っておっしゃったから多分そうなのかなっていうふうに思ってました、うん、はい、あの前走の七夕賞、はい、うん、のこともあったりするので、はい、まずはですね、あの19戦してるうちの16戦が、馬券内というまず安定感を誇っているのはまずね、あの1個の魅力ですし、あの2走前はあの同舞台である新潟大賞典、あの、まあ、ヤマニンサルバムがね勝ちましたけど、うん、もうそこに続いての2着ということで、また 2000m 自体もあの今回まあ、8戦目になりますけど7戦で7連帯してるんですよね。7戦走って7連帯でもうねほぼほぼもう 100% なので、はい、長い直線でもしっかりと足が使えるっていうところも魅力ですし、はい、まあ、何よりねこの直線が長い新潟なので末脚にとってもね期待をしております。で、はい、3週連続で松岡騎手が調整で乗られてるってことなので、まあ、そのまま本番にも行けるのでここはねすごい強みになるのかなって思っていて、はい、まあ、なんて言ったってねサマー2000シリーズの優勝が勝っているのでここは絶対取りたいんじゃないかなっていう気合もあると思うので、ここは、まあのね、前走レッドラディエンスに、ね、勝たれてしまいましたけど、ここはキングズパレスが取って優勝もかっさらっていくんじゃないかなっていうふうに思ってるので応援したいと思います。逆転あるあります。ちょっとじゃあゴンドウさん評価を聞いてみましょうか。逆転ありますよね。はい、よかったね。即決、即決だ、はい。まあ、というのもですね、はい、この馬自体は新潟はねあの0101であの1回馬券外があるんですけれども、うん、それっていうのが新馬戦、しかもこの時って20何週も休養を挟んで次の未勝利戦に出てるので、はいはいはい、成長が追いついていなかったっていう見方もできますし、うん、実質は2着1回って見ていいと思うんですよ僕は新潟というのは、うんうんうん、でそこまで考えて、まあ、直線長い外回りですし、何よりね新潟大賞典で2着っていう実績、これが一番心強いと思います、うん、なのであの今回はね、まあ、この馬も馬場がどうなるのだろうなっていうところはあるんですけれども、切れ味を発揮できる舞台であれば十分逆転はあっていいんじゃないのかなというふうに見込んでいるので、まあ、かなりねちょっとレッドラディエンスとキングズパレスリベンジマッチになるかっていうところはね、うん、注目していきたいなと思います、うん、普段ですね、これはもう日曜日を待つしかないですね。いずれそうですね、はい、本当にリアルタイムで見、ね、あの3人で揃って見たいぐらいですけども、うん、はい、なのでね、あのもちろんあのもともと好きな馬も今回ね、うん、あのびあのなんで驚きの登録ということで、うん、新緑化も、うん、あのまあ、ちょっと牝馬の、ね、苦戦っていうのもありますし、その傾向としては、まあ、今回距離延長組ってちょっと厳しいんじゃないかっていう傾向も出たりしてるので、うん、まあ、あの最低、まあ、同距離もしくはまあそれより長い距離で走ってきた馬が新潟記念あの構想パターンが多いってこともあるので、まあ、新緑化ねお休みもありましたし、まあ、その前もねちょっとあの距離も短いのでどうかなっていうふうに思うんですけど、まあここはねあの久しぶりの復帰レースなので、またねこう馬券とは絡んだらもうもちろんすごいびっくりなことでもありますけど、ね、変わらずに応援したいなと思います。朝比奈さんはね権藤記者、はい、押すんですよ。そうですよ、ね、押しがね一緒ですよ多分、押しをね押し倒すんですよ、はい、そうなんです。そうなんですよ。いやでも僕もねその気持ちわかりますよ、やっぱり、はい、僕もウィン・マーベルではもう絶対押してるっていう立場でもありますし、はい、やっぱりね競馬って押しがないと面白くないのかなっていう考えも持ってる人間なので、うん、ちょっとそのあたりはね、なるほどね、はい、もうねあの一度いいなと思ったまま追い続けるって、うん、あのねあの記者格言のペンでも、ね、追い続けなさいっていう格言もありますから、はい、はい、あの、ま、今回推奨馬で挙げさせてもらったのは、ね、キングズパレスですが、うん、あの新緑化ももともとねずっと応援してるので変わらず応援したいなと思います、うん、はい、ということで私の話は以上になるので権藤さんに全部丸投げしたいと思います、はい、どうぞ。はい、そしてですね、はい、僕はね
ですね、注目馬はズバリ3頭、いまして、まあ、ちょっと最初の1頭は展開面で注目している1頭なんですけれども、はい、アリスベリテですね、はい、やはり前走ね、マーメイドステップス鮮やかな大逃げ勝ちっていうところで、まあ、やはりもうこの馬としてはどうしても決まっているので形自体は、まあ、今回も行くことは間違いないんでしょうけれども、じゃあ果たして前走ほどのハイペースで逃げるのかという疑問がちょっと僕の中ではございまして、まあ、前走はねいかんせん3勝クラスからの格上挑戦ということで、まあ、50キロっていう筋量がすごい大きかったと思うんですよね。あの箇所走りやすかったろうなと思いますけど、はい、まあ、そのことを考えた時に今回53か54キロになるんじゃないのかなっていうふうに僕は予想してるんですけれども、うん、はい、じゃあちょっと果たしてボバ混合戦という背景も踏まえてどれくらいのペースをね、あの演出するんだろうと、まあ、それによって台頭する馬が微妙に変わってくるんじゃないのかなというふうに思っていて、はい、まあ、そこでちょっとアリスベリテが今回、まあ、どこまで引っ張るのだろうというのが、あのこれだけ差し追い込みの有力馬がそうというわけですが、うん、はい、鍵になってくるんじゃないのかなというふうに睨んでいます、うん、なるほど、はい、アリスベリテでして、そう、これもともと柴田雄一郎ジョッキーの馬で、あの、はい、ちょうどねこのマーメイドの時あの落馬しちゃってねちょっと怪我してたんでね、はい、うん、それで、まあ、マナミに乗り換わってたんですけど、はい、まあ、これが、まあ、アリスベリテの本来の姿というか、やっぱこの馬の主戦は柴田ジョッキーなんで、はい、ね、緊張するでしょうね、長い直線でね、うん、そうですね、やっぱりどんなペースで行こうかってね、うん、もう 650m ずっと後続に追われるわけですから、見守り続けて、これは楽しみ、はい、はい、で、僕が注目している残り2頭はですね、つまりそのアリスベリテが引っ張ることで展開の利を受けるであろうと見込んでいる2頭です、はい、でちょっとね先ほどね牝馬がね苦戦中というデータがあって、はい、それをね逆張りする形にはなっちゃうんですけれども、うん、ちょっと2頭ほど上げさせていただければなと思います。お願いします、はい、まず1頭はズバリライトバックです、うん、まあ、やっぱり力ありますよねこの馬、桜花賞、うん、オークス連続3着、はい、力は間違いないと思います。でやっぱり勝ち方とかね、あの構想パターンっていうのがもう後ろからとんでもなく切れる足を使ってきて、うん、はい、来てるっていうのがもうこれは間違いなくアリスベリテが引っ張る展開にマッチするんじゃないのかなというふうに思ってます、うん、で、まあね、あの新馬戦の時もこの時は新潟外回り 1800m で、ね、32秒8っていう上がりを使ってるわけですよね、うん、この馬がもう本来の上がりを発揮できるかっていう、まあ、馬場だとかそういうコンディションがね、はい、鍵にはなってくると思うんですけれども、いかんせんちょっと馬場に関して言えば、あのミチュアルっていうのはキャリアで1回も走っていない、うん、ことになりますので、はい、ちょっと馬場が重馬場になった時にこなせるのかっていう点はあるんですけれども、うん、本来の切れ味という点で言えばこの中でも間違いなく最上位クラスの力はあると思うので、うん、まあ、切れ味を発揮できるかその点に尽きるのではないのかなというふうに見ています、うん、ライトバックがその登録馬の一覧に名前があった時にすごくびっくりしたんですよね、うん、まあ、これってやっぱいろいろあると思うんですけど、はい、今年このローズステークスは中京の2000でコーナー4つじゃないですか、うん、はい、でライトバックって、まあ、言ってみると、まあ、桜花賞3着オークス3着なんですけど、賞金がまだ本賞金が1600万しかなくて、はい、まあ、当然秋華賞は、まあ、3勝クラス勝ってた前より多いんで、うん、まあ、出れると思うんですけど、はい、その秋華賞から先のことも考えないといけないんで、そう考えるとやっぱりその本賞金を積む、つまりその勝ちにこだわるレースで一番どの舞台がいいかってなって、多分この左のワンタンなんじゃないかなって気がしてるんで、なるほど、うん、てっきり秋直行なのかなっていうふうに思ったので、うん、ちょっとすごくびっくりしちゃったんですよね。ちょっとね賞金が足りないんで、はい、3着3着ってもちろん走ってはいるんですけど、その本賞金積めなかったんで、うん、そこら辺でちょっとみんなよりちょっとこう前に早めに使おうかなみたいなところもあるのかなって気はしてて、はい、あの1周前の動きも良かったし79、はい、80秒切ってたんで6春で、うん、だ結構な仕上げで臨むと思うんで、はい、ここは落としたくない一戦にはなるんじゃないかなと思います。いやでもこれでもうね、それこそ勝つなり連帯するなりって入ったらもう、うん、とんでもないことですもんね。そうですね、やっぱりものとしては僕は重賞ないし、うん、G1 でもやれることはこれまでの実績からも間違いないというふうには、うん、思っていますので、確かに強い、まあ、ちょっとねエリザベス女王杯だとか今後の選択肢をね広げるためにもやっぱりここは是が非でも勝負に行きたいのではないのかなという勝負気配も感じていますね、うんうんうん、おありがとうございます、はい、うん、続いて3投目はどちらになりますか。はい、ですね、アリスベリテが引っ張ったマーメイドステークスで4着に来た、ファユエンです。おお、
ファイユエン、はい、これなんか知ってる人は知ってるっぽいような馬なんですよね、なんかね、はい、前走私推奨馬であげたなそうですよね、はい、前走ねこれ8着っていう着順なんですけれども、うん、ちょっとね僕もあれって思ったシーンがあってパトロールビデオ見直してみたんですよ、うん、ガチャ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 見てたんですけれども、うん、直線のね加速するタイミング、まあラスト 200m 手前ぐらいですかね、そこでね外から来た馬が内に切れ込んできた影響で進路がなくなっちゃったんですよね。でそこで一旦引いてまた再加速してっていうところ で上がりの時計を見てもね、あの34秒7っていう上がりの時計出てるんですけれども、これ全体5番目、まあ12頭立ての5番目ということで、まあまあまあ出てるわけですよ、うん、そこを考えた時にちょっとこれスムーズだったこの馬もやれる力はあるんじゃないのかなというようなところで、うんうんうん、まあ、やっぱりアリスベイティが引っ張っての、4着っていうので、まあ、そういう展開があるっていうことは証明済みですし、はい、そのね、何より夏馬だっていうふうに、ん、あの清志先生が伺ってて、うんうん、やっぱりあの夏にねこの馬コンディションが落ちないらしいんですよ、うん、むしろ冬の方は硬さが出てきちゃってて、はい、あの夏の方がコンディションがいいんですよっていうお話をされてたんですよね、うん、そこあたりから考えた時にやっぱりちょっとアリスベイテが引っ張ってで差し追い込みが殺到してくる中でもしかしたら潰し合いとかも起きるでしょうし、うんうんうん、まあ、その中でもしかしたら一番利が得られる可能性はあるんじゃないのかなっていうふうにも睨んでますし、うん、はい、まあ、やっぱり、ね、去年もインプレスが3着組んできているように、はい、あの人気薄がね来るときは来るっていうレースではありますので、はい、ファイユエンちょっと怖いなって思ってる一頭ではありますね。確かに ね本当に前回狙ってたの、はい、そうです、うわー悔しいと思ったけど、やっぱそうですよね、はい、パトロールビデオそうカチカチしたくなるようなのう、ね、うん、こう瞬間もあったりしてたので、うん、そう夏でそんなの大きく負けるはずがないと思って見てたから、うん、で、まあ、2走、まあ、3走前ですね、あの同じそれこそ新潟大賞でも出られてますから、うん、はい、コース自体も問題ないですし、まあ、そうですよね、うん、いやどれも来そうな感じの、ね、2、3、6頭ですね、はい、6頭でうまく、まあ、まあちょっと多くなっちゃいましたけど3人いるということで、うん、はい、いやもうありがたいです、ちょっとね面白いレースなんじゃないかなって感じします、はい、はい、あそうですね、で、はい、ちょっとですね土曜日のね、土曜日のね札幌ミサイステークスですね、はい、はい、これもなかなかちょっといい情報を僕手に入れちゃいましてですね、おお、今日見てる方はもうお得ですよ、え、まさか、ね、今日あれですか、ここで2本立てですか本当に、はい、札幌ミサイステークス、お願いします、うん、はい、僕が注目しているのがですね、はい、千葉厩舎新規開業厩舎ですね、うん、はい、のモンドデラモーデ、あ、おーワールドエース、はい、デラモーデ、うん、はい、やっぱりね、ここキングスコールがすごい注目されているレース、うん、新馬戦でレコード勝ちっていうレースではあるんですけれども、うん、まあ、やっぱりねあのこの馬も東京戦8っていう激戦の舞台を勝ってきてる馬なんですよね、うんうんうん、で、まあ、1周前追い切りこれ杉原ジョッキーが騎乗してたんですけれども、これがまたすごい内容でして、はい、あの翌日のねあのタイランドカップに出走予定のセイウンプラチナと、うん、合わせたんですけれども、はい、まあ、2馬身半馬内で追走してラスト1ハウン11秒にもう絶好調ですよ、間違いなく、はい、でその時にセーウンプラチナに乗ってた助手さんにちょっとお伺いしたんですけれども、あのやっぱ馬場がねちょっと時計出づらかったみたいなんですよ、ウッドの馬場というのが、はい、それを考えた時に成長途上の若駒で11秒2っていうのはこれ相当な素質を秘めてないとできないんじゃないのかなということで、まあ、何よりね、この最初のね新馬戦のレース内容というのも本当に出色の内容で、はい、まあ、東京のね坂のある東京で八重も馬場ちょっと新馬にとってはね、うんうん、酷な、ね、馬場にはなっちゃったんですけれども、うん、まあ、その中で、まあ、先行してで、まあ、上がり3番手となるね、うん、33秒5の末足を使って後位差し、やっぱり馬場考えた時にこれだけのね勝ち方できる馬っていうのは、うんうん、想像いないんじゃないのかなと、うんうんうん、で何よりあの過去10年の東京戦8の新馬戦の八重も馬場で行われた場合を調べたんですけれども、はい、これが大体13レースありまして、はい、北サンブラックとかもそうだったんですけれども、うん、その中で2番目の時計が出てるんですよね、この馬の場合は、すごい、はい、千葉調教師もねもう順調に来てるし一周迷いはもう本当申し分ないんだよ、うん、とでもうやっぱりねこのメンバーでも札幌でやってきてるメンバーが多いんだけれども、うん、引きは取らないはずだからっていうふうに、おっしゃっていて、
ここはねちょっとねあのキングスコールに人気が集まっている中でもしかしたらひっくり返してくれるんじゃないのかなというふうに期待が持てる一頭になります。やっぱその先生のそこのねこれだけやっぱすごいもう力持ってますよっていうのは本当に自信がある時でないとバンって言わなかったりするじゃないですか。はい、そうですね、やっぱりそのパターンだと思いますので、うん、僕はちょっとこの馬は人気の盲点になるようだったらあのぜひ狙ってほしい一頭だなというふうにあの千葉厩舎の番記者としてね、はい、お勧めさせていただきたいなというふうに思います。現場は強い、なるほど。新井さんあれでした、あの、ね、今回あのびっくりなあの、うん、コメントでしたけども、うん、どうですかその、ね、札幌にさせていくつ新馬戦人気なくてね、はい、なんかこう、うん、なんかフロックなのみたいな感じの競馬には見えたけど、うん、でも実際そんなことなくてやっぱ時計も実際出てるし、はい、うん、でまあね当然東京で勝ったんで、まあ、先週の新潟2歳とかいろいろ選択肢がある中で、はい、まあ、やっぱお母さん光るアモーレでねこれあの博打黒船で結構洋芝で走ってた馬なんで、うん、まあ、そこら辺も多分千葉調教師は見越して多分東京から札幌に持っていくっていう感じだと思うんで、うん、そうですね、東京で走ってて次に、ね、もう早速まあ洋芝適正とか求められる、うん、そっちに行くんだっていうのびっくりですけど、はい、でも先生もやっぱりねそのあたりは血統的にもそうだし、うん、洋芝適正はね問題ないんじゃないかっていうお話をなさってましたし、うん、はい、あとはねちょっと輸送をね、初めての大規模輸送ということで、うん、まあ一週前追い後にね入れてはいるんですけれども、うん、ちょっとそのあたりがどう出るかっていうところだけじゃないかなというふうには僕は思ってますね。はい、いやびっくりなありがたい情報を聞けちゃって、これは楽しみですね。これはマークションはダメかもしれない、はい、そうですね、ちょっとあの名前控えさせてもらって、うん、はい、いや現場記者がいるとこういうこともあるんですね。まあ、新井さんももちろんねかつては現場に行かれてたので、はい、かつてはなんでねあのお二方から聞けるすごい有力な、ね、今週の展望動画でしたけども、はい、はい、ということで有力な情報をいただきましたが、うん、今週はあのまた馬券プレゼンターはどちらかやられますか。はい、ということで僕がやらせていただくことになります。対象レースは、はい、ズバリ今解説させていただいた札幌2歳ステークスをプレゼンターとして務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。これ切ったらなかなかの額になりますよ。本当ですね、もう、まあ、ちょっとこう締め切りがなかなかこう、ね、近いってこともあるので今すぐに、ね、見たら、ね、速攻はがき送ってもらわないといけないですけど、うん、はい、じゃ楽しみにしてます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで解説ありがとうございました。ありがとうございます。新潟記念は9月1日新潟競馬場11レースで開催されます。今週もご視聴ありがとうございました。また来週。